あれ DVD でも見ました。どうなんですかね、もう個人にはああいうふうな言い方はしません。で、あの言われたら僕もバカとかなんとかって言いますけどもね。で、いやで国立大学でしょ、で運営交付金が入ってね、どんな人なのかな本当にね。最初は道頓堀をヘドロって言ってるのかなと思って。そうそうそう、いやいいんですよ、まあ、ヘドロ、それは僕はね綺麗な人間だとは言いませんよ、でも会ったこともないのにね、で私利私欲私利私欲ってあいつとかこいつでしょ。そこまでやるんだったら、あのじゃあきちっとね、こっちも政党の代表でもあるし、選挙で選ばれて大阪市長っていう立場もあるしね、まあそこまで言うんだったら、まあ、公開討論だけじゃなくてしっかり正していきましょうかと。大体学者ってね、本当勘違いしてしまうのは、なんか本当狭い世界で学生相手でやるでしょ。で多分ね、京都大学の総長が来るとああいう人ってははーってなるはずなんですよ。で組織のトップにつくっていうのがどれだけのね、あの重みがあって責任もあってしんどさもあるかっていうのは、このあそこで現場でわわわわやってるまだコチンピラの段階ではね、分からないんですよ。でそれがあのトップに立って初めて分かるようなこともあり、いろんなあの悩みの中でこうやって判断してるってことも普通だったら分かるから、まあ、批判をするときにもね、あの僕は京都大学のいろんな教授とも見解の合わない原子力政策の問題とかそういうところでもやっぱり見解が合わない人ともあのすごい、あの相手方の方もいや橋本さんねと、やっぱり考え方正してもらわなきゃいけないからということで、いろんな場面で議論させてもらってですね、ものすごい勉強になること多いんですけども、この人だけはもう本当に、まあ本当だったらほっときゃいいんだけど、内閣で今度内閣参与っていう肩書きあれ、ホームページなんかブログから外したんでしょ。あの2回目の投稿からは外れてる、そうでしょ、本当にね、こなんともこのせこいというかね。で土曜日の番組見てましたよ。いや中立公平で賛成でも反対でもないって、反対の政治団体のところに入って公言してるじゃないですか、都構想反対だってね。いやーもう学者の一番せこい典型例で、ちょっとこのコチンピラだけはね、きちっと国民の税金が入ってるというところもあるんで、きちっと政党の代表としてまた市長としてね、正していくところは正していきたいと思いますけどもね。